こんにちは、トーマです。やってきました、邪神カチカチということで、みんなは仲間にしましたか、負けちゃいましたかっていう感じやけども、邪神カチカチ Z ランクやね、 Z ランクです。で、まあどうだろうな、難しさ星 4.5 といった感じかな。まあ4、まあ4かもしれないけど、まあ4か 4.5 といった感じで、封印はね、あの下のカチカチを倒せば全部いけます。ここはどうしよっかな、まあ時間があったら1個ぐらいやってもいいかな。カチカチ仮面だけちょっと強いからね。はい、先にこの邪神カチカチ倒していきたいなと思います。まあいつも通り特殊能力なしとかも入れて3パターンか4パターンぐらいいきましょうか。最初はあれです、あの誰でも勝てるやつ、誰でも勝てるやついきましょう。 HP いくつだっけな、62ぐらいかな、62万ですね。まあこうやって見るとね、あのバリ強くねみたいな感じに見えるけど、まあ、特殊能力ありだと、あのそんなにかな、なしが難しい。でこの工場長ね、工場長がいれば、まあ後で言うけど、まあなんとかなるかな。国神は別にって感じです。おーい、このジャムさんを、ジャムさんって何だ、まあ、いいか、ジャムさんを試されさえすればもう、あのもうこれで終わりかな。これさ意外とあれだよね、真ん中に行ったりするよね。プニプニ温度じゃ、ほら天才か、やっとあれだわ、ジャムの使い方が分かったわ。まあこれで終わりですね。だからまあまあこれは別にあれだけど、まあこれが最強かな、何も落ちねえわ。一応コインも落ちんのかな。あ、でそう言うの忘れてたわ、あのポイントね、あのポイントがまあ実質ゼロポイントよ。あの動画でやってないけど、先週のスコアタが20位内チャレンジで21位やったよね、21位やったんよ。だからあのこっそりワイポゼロにしました。はいはい、あの今週はもうやらないです、今週はやらない、しょうもないから。でまあこっからかな、今のはまあちょっと遊びです。こっから、Z ランク国神持ってませんっていう人は、さっきも言ったけどこのジャムおじさんね、SSS のジャムおじさん、超覚醒工場長さえ持ってれば、あのなんとかなる。だから星4か悩んだよ、難しさ。正直これいれば何とかはなります。はーい、行きましょう。だから本当にね、あの使い方わかんないって言ったけど、あのここではめっちゃ使える、ここではめっちゃ使えるかな。ただクリスタルイケメン犬とか持ってればさらにいいかな。犬ですね、はい、いつも言う犬のやつです。これはもう普通にダッシュでつないでフィーバー入ればあのなんとかなるから、多分ちょこれやったことないんだけど、実はやらんくてもいけるやろっていうノリで来たんだから、多分いけると思う。これ多分これでいけんじゃない、うん大丈夫だね、これで多分大丈夫か、大丈夫かこれ。うお、なんだなんだなんだ、飛んでったんだけど、飛んでったんだけど、まあでも多分、いや本当はこのスーパーフィーバーやつを打ちたかったんだが、まあこれでいけるね。おーい、まあこんな感じで、ほら HP も余裕でしょ、 HP もまだ3800も残ってるからね。そう今日言いたいのは、あの超覚醒工場長さえいれば、あの割かしね、まあそれでもちょっと難しいけど割かし簡単です。はい、あと邪神カチカチ仲間にできたら後でやるけど、 Y ポイントもザクザクです、ザクザクです。ってことで、その Y ポイント稼ぎをする前に最後いきましょうか。あの特殊能力なしは正直難しい、正直難しいしやんない方がいい。あの工場長を仲間にしてから邪神カチカチに挑むのが普通です。はい、ただまあ変な人もいると思うんで、一応やるけど、一応やるがむずいよ。ちょっとこれは結構集中しないと、これは結構むずい、もう難易度星5と言ってもいいレベル。まずねこの HP が結構きついんだよね、正直。
一発でいけたらマジで、ちょっと今日は来てますね。来てますね。来てませんね。いや、待って、来てますか？来てますか？あ、待って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 、ほらね、コーナー、これ結構ね、技がたまんなかったり、ほらね、これ技が結構ね、いやー、きついね。きついよ。いや、いけるか？いや、無理だな、これ多分。これ多分、ブラックダイヤにはたまんないでしょ。これ、たまればワンチャンあるけど。全力でいけよ、お前。全力でいかないのかよ。え、多分、それじゃ無理でしょ、さすがに。あ、ワンチャンいける？一発でいったんじゃない？いけるんかい！いけるんかい！あ、一発でいけたわ。あれ？ちょっと、嘘ついたかもしれん。難しさ星5じゃなかったかもしれん。あ、一発でいけたわ。まあでも、結構メンバーも強いやん、これ。だから、まあさっきも言ったけど、工場長仲間にしてから挑んだ方が絶対いいですね。はい、何も落ちなかったですね。さあ、行くぞ！にゃいってことで、Z ランク、薄ら影。じゃあ、進化チカチ使っていきましょう。必殺技、カチマゲドン。うん。触れ注げ。カチカチ。カチカチ。そばに苦しみなさい。リンネと一緒じゃない？俺のモノマネ、リンネと一緒まであるわ。まあいいわ。技技もあってね。まあスキルもあれやけど。まあそんなに急いで、正直育てる必要はないかなと。うん、育てる必要はないね。たださっきも言った通り、Y ポイントがね、あのザクザクになるからゲットした方がいいね。まあ、ゲットした方がいいっていうかゲットするべきやね。まあ Y ポイントザクザクって言ったけど、今にしてはね、今にしてはよ、昔と比べたら別に普通です。はい、今にしては稼げる。でこのパーティーが一番 Y ポイントは稼げるが、あれですね、ちょっとめんどくさい、まあ、めんどくさいとか言っちゃダメか。いやでもね、これ結構ね、あのたまにミスります。はい、たまにミスるんやけど、これまあ最初と一緒やけどね、これ貯めて、これね膨らめばいいんだけど、あ、これさすがに膨らむやろ。 OK、 膨らんだらもうあの1回で終わる。でけえ。はい、これで終わりですね。まあ最初と一緒やけどね。だからこのパーティー、まあでも闇輪廻はちょっとずるいけどね。闇輪廻は守ってない人多いと思うけど、ほんと落ちないな。明日100周するか。あのこのパーティーで何ポイントだったっけな、50トーナメントとどっちがいいんだろう。50、55ポイントやね。55ポイント稼げるから、まあ最近にしては多いね、かなり。トーナメントでもやってみる？いらない？やる？やるって俺は誰に聞いてるんだ、俺は誰に聞いてるんだ。あー、種族縛りないからやるか、一回だけやるか。まあ、いらないっていう人もいるかもしんないけど、なんだこのパーティー、怪しいパーティーがあるぞ。誰だ誰だ遊んでるのは。これかな、このパーティーかな、このパーティーだね。おー、行きましょう。確かあのパーティーはあれやわ、ちょっと遊ぼうと思ったけどやめたやつやわ。動画にしようと思ったけどやめたやつやわ。ただうわー、でもこっちの方がまあ早いよね、そら。あ、カチカチ打ってみる？カチカチいらない？打ってみるか、一応。一応打ってみよう。あー、すげえパズルがやりやすいわ。すげえ生き生きしてるわ。これカチ、あー、たまんないんかーい。ここたまんないのはずるい。ちょ、G 技にするわ、せっかくだから。まあ、こっちの方が。おめっちゃ降り注いでるやん。まあ、こっちの方が早いけどね。早いけど、50ポイントぐらいだったっけな、どうだったっけな。まあでも向こうの方がレアアイテム落ちるからな、向こうの方がいいかな。おーい、すげえ、真ん中にするとめっちゃかっこよくない、この邪神カチカチ。そうでもない、俺だけかっこよくない。あ、 43？ あ、じゃあ絶対あっちの方がいいわ。くらえ。おまけその1、邪神カチカチまでもいけなかった人。お、まあさっきも言ったけど、この下3つは簡単よ。下3つじゃないわ、下2つと左上やね。このカチカチは簡単やけど、ここだけちょっと難しいからね。あの1をやります。カチカチ仮面だけまあ難しさ星3ぐらいかな。でもいつも通りの隠しステージぐらいやけど、あの特殊能力なしだと結構
難しかったりするからパズルもカチカチやし、うん、ただまあ一応うすら影パーティーだと、まあ、別にうすら影パーティーじゃなくてもいいけどこのパーティーだとまあいけるかな全然。はい、ちょっとさっきも言ったけどね、明日ちょっと久々に邪神カチカチのステージ、100周ぐらいしよっかな、久々だけどね。はい、ちょっと頑張りますわ明日。あ、全然余裕やね。あ、別にいらなかったかなこれ。アムロ G、これで終わりで、まあ他のパーティーでもいけるかな。ちょっと意外と余裕だったわ、もうちょっとギリギリかなと思ったけど、これで終わりかな。カーリー、あれ、オーケー、いける、まあ、これいけなくても大丈夫なんやけどね。あ、いけたわ。まあいけなくても日の神シャドウがあの溜まるからね、 HP0 になったら。オーケー、ここでワイポ稼ぎとかもありなんかな。逆に何もなしだと18でーす。にゃっはっは、にゃっはっは、にゃっはっは、国神が超アップしとる、このチャンスは逃せない。はい、おはようございます。毎日10連サブアカですね。3日目、何もゲットしてないね、何もゲットしてない。国神超アップ確率は、なんでさっき見なかったの、 1.2 とかかな、 1.2 やね。 OK、 いやもう国神だけでいいよ、このチャンスは逃せない、いきましょう。レバーワン、やっぱりガチャが楽しいね。うん、ガチャが楽しいわ、追加ガチャでもよかったわ。俺はまさか、まあ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 、いやここで引けなかったらマジ終わるから。俺もここで引けなかったらもうちょっと明日から毎日動画出して、このおまけで絶対国神を引くっていう作戦に出るわ。プラチナ格、頼む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 、いけるいけるいける、絶対いける。ちょ待って、これ1個もさ揃わず終わったらやばくない、このイベント。どっどーくろ、白い白い2つが出て、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。どうして